真田十勇士は、戦国時代末期から、江戸時代初期にかけての武将で、講談で親しまれた、真田幸雪村に仕えたとされる十人の家臣からなる、キャラクターである。あくまで伝承上の架空の人物であるが、歴史的な由来を持つ人物もいる。立川文庫以来、基本的な構成は、サルトビサスケ、キリガクレサイゾウ、ミ左シキヨミミシイヒダリ 穴山小助、百合かまの助、か十三、雲野の六郎、根津じ八、も月六郎の十人となっているが、作品によって才が見られる。真田雪村とそれに従う家臣という形の原型は、江戸時代中期の軍記物及び、絵本の、真田三大記に見られるが、真田十有史という表現を初めて用いたのは、明治、大正時代に刊行された立川文庫である。 以後のヒーローとしてのイメージは、立川文庫という創作物によって定着した。現在に至るまで、多くの派生作品が制作されており、彼らに影響されたキャラクターが数多く生み出されている。ヒーローとしての真田幸村の登場は、漢文12年に書かれた、軍記物、南馬戦記である。江戸後期には、小説、真田三大記が成立し、 真田ダ・幸、幸村、大輔の三代が、徳川家に対して奮戦するストーリーが人気を博した。この、真田三代記において、後に十有志と呼ばれる人物や、似た名前の人物が多数登場し、真田ダ者の,の講談の流行によって、真田主従は、民衆のヒーローとなった。明治後期の講談は、神田白達、南馬戦記などの講演即記本が書き残されている。 講談師たちは、真田三代記にはない忍術使いの、猿飛び助を生み出し、霧隠れ才蔵ら真田家の英雄豪傑の物語を膨らませていった。1911年に大阪で発刊された立川文庫は、講談師玉田玉秀斎らが中心となって、講談を読み物として再編集したもので、その後の大衆文学に大きな影響を与えた。 この立川文庫において、地望、真田幸村に続き、真田三遊四人術名人猿飛佐助、真田三遊四、百合か之助、真田三遊四人術名人霧隠れ斎像を、真田三遊四とする三部作が作られた。ついで、真田家豪傑、三好清美入道など、真田家の豪傑の逸話を集めた作品が刊行され、後に、真田十遊四が刊行された。 立川文庫は人気作品となり、新しいメディアである映画でも忍術使い猿飛び、サスケを中心とする作品群が作られた。今日の真田十勇士という枠組みは、ここに起源を持っている。ここでは、真田十勇士の一覧と、簡単な人物設定を記述する。なお、サナ十勇士は、成立したとされる明治大正期以降、現代に至るまで、 講談や小説などで様々に脚色がなされ、作品によって、設定のバラエティも非常に豊富である。ここではオリジナルとみなされる、立川文庫での設定、あるいはその取材元とめぼしい、サナ三大記などの江戸記での展開のみを記述する。サルトビサスケは、真田十勇士でも、屈指の実力と人気を持つ忍者。戸沢白雲祭の秘蔵弟子。 霧隠れ蔵は、猿飛び佐助と並び真田十勇士の中でも、忍術を得てとする。渡りと呼ばれるどこにも属さない忍者だったという説も、ある。伊賀忍者の当領、百地三太夫の弟子とされており、同時代に生きた、盗賊、石川五右衛門は、兄弟弟子に当たるという。立川文庫の十五冊目に、稜田三勇士忍術名人霧隠れ蔵の巻があり、 真田重十氏では、サルトビサスケに次いで人気があり、前述の霧隠れ再造以降でも主役を務めることがある。江戸以前の資料では、真田三代機に霧隠れ鹿右門という忍者が登場する。三好清美乳道は、弟の伊三乳道と兄弟で、真田幸雪村に仕える総体の豪傑である。では国亀田の領主出身で、 遠跡にあたる佐田家を頼って仕えたという。佐田三代記でも、亀田の領主と設定されており、兄弟ともに非常に高齢。大阪夏の陣で兄弟ともに戦没しているとされる。三好伊佐入道は、三好清美入道の弟で、やはり雪村に仕える総体の豪傑。兄と同じく元は、出羽国亀田の出身で、兄と共に、佐田家に主管した。 真田三代記でも、兄と共にその名が見られ、大阪夏の陣では、豊臣方として参戦、戦没したとされる。なぎなたの使いだった。穴山小助は、真田幸雪村の側近の一人。作品によっては、雪村の影武者となる。真田三代記では、雪村の家臣としては特に登場頻度が多い個々の、臣として描かれている。同作によると、 意味名は安次、陽名は岩千代雲道剣と合していた時期もあった。父の名は、穴山小平と言い,い、真田家普代の家臣の家柄に生まれる。大阪の陣では雪村から影武者を演じるように、命じられ、そのまま戦死。関東方を欺くことに成功している。ゆりかまの助は、砂田雪村に仕えた豪傑の一人。彼を主役とした、砂田三流士。 ゆりかまのすけのまきがある。さなだ三代記でも、豪傑、武将として登場。意味なお、元幸と言い,い、最初は、野田すがぬま家に仕えていたが、さなだ軍に敗れて、捕虜となった後に、さなだ家へ加わっている。かけい十三は、さなだ雪村の側近の一人。父は、さなだ家の重臣である、かけい十兵衛。さなだ三代記には登場しないが、父と同盟である。 家計十兵衛は登場する。家計十兵衛虎秀とらひでは、元は、足軽という低い身分だったが、さなだゆきたか、まさゆきに仕えて取り立てられた。その他同作では、家計金六郎など、家計いのさなだ武将が登場している。運の六郎は、さなだゆきむらの側近の一人、さなだ重えの家柄で、叔父は、さなだの侍大将を務めていた。 サナダ三大器には、同盟の人物こそ登場するが、サナダ雪高の義理の甥いという立場であり、同一人物とは認めがたい。雪村の時代には、運の六郎兵リーチという人物が登場する。根津神八は、サナダ雪村の家臣の一人。サナダ三大器でも、雪村の家臣、根津神八郎貞盛として登場。大阪夏の陣の最終局面で、 雪村の影武者となって討ち死にした。同作には、根津製の真田家臣も、複数登場している。俳優の根津仁八は、この人物が、芸名の由来となった。餅月六郎は、戦国時代から、江戸時代前期にかけて活躍した、武将、忍者。真田雪村の側近の一人、真田十勇士の一人、六歳の頃から雪村に仕えている。 爆弾作りの名人。立川文庫の作品によっては、もちづきモンド、もちづきサブロウなどとも呼ばれる。サナダ三大期ではもちづきモンドが登場。その他、もちづき聖のサナダ家臣が数多く登場する。講談のヒーローであった、サナダ主従の物語は、サナダ従勇士として、立川文庫でまとめられた後、映画その他の媒体で多くの派生作品を生んだ。 カテゴリー、真田ダ十勇士を題材とした作品と、個別に人気のある、真田信繁、猿飛佐サルトビサスケ、霧隠蔵も参照のこと。時代小説としては、柴田連三郎、サナダ十勇士、柴良太郎、風神の門、笹沢佐保、真田ダ十勇士シリーズが、昭和期に刊行された。柴田蓮三郎の小説を原案、または、 原作とした作品に、元宮博士の漫画、真田十勇士、菅谷光の漫画、真田十勇士、人形劇、真田十勇士が、柴良太郎の小説を原作とした作品に、テレビドラマ、風人の門が、笹沢佐保の小説を原作とした作品に、岡村賢治の漫画、真田十勇士が、菊池秀幸、真田十人章、がある。 上記以外に映像化された作品としては、戦前の映画では、サナダ十勇士」、「サナダ十勇士第一編、忍術サナダ十勇士」、「サナダ十勇士前後編が、戦後の映画では、サナダ十勇士忍術、猿ルトビサスケ忍術、霧隠れ再造忍術で比べ、1954年。東映、風雲九なり、大阪城、サナダ十勇士総新聞、サナダ風雲6。 真田幸村の暴略が、テレビでは、スチールアニメ、真田ダ・ジュドラマ、サルトビ・サスケ、アニメ、新尺・真田ダ・ジュがある。舞台では、数多い大衆演劇のほか、1963年に、福田・義行作、真田ダ・ジュが即映画化されるなど、大きな評判を呼んだ。2014年まで14回に及ぶ、再演のほか、今世紀に至っても、 同名義曲集再館や文庫、本アンソロジー収録など、読み物としても長く親しまれ続けている。2013年に、上川隆也主演の、真田十勇士』、2014年初演の中村勘九郎主演の、真田十勇士』があり、牧野版は2016年に映画化と再演が、同時期に行われた。その他にコンピューターゲーム、真田十勇士』がある。 ありがとうございます。